ボンジョーノー、なっちゃんです。今日はね、7月21日木曜日、血圧測りましょう。ちょっとね、色々とね、大変です。測っていきます。言うたいわ。146/82/57。今日ちょっとね、朝から頭痛がすんのよ。だよね。これ、82/57。なんかね、寝起きから頭痛しててね、この辺が痛い、ね、いつも他のとこ痛くならへんね。それを飲んで今日の一日始めましょうってことで、ね、ちょっとね、いろいろね考えてて、前からね、いろいろやりたいことがいろいろあって考えててね、なかなかやりたいことがやれてなくて、やりたいことやれてないけど、まあ、なんと言っていいのか。よいしょ。いただきます。うん、今日はしょっぱいな。昨日ミネラル取れてないから、ね、実はね、前々からちょっといろいろ思っててね、LGBTQIA、あっちゃんはトランスジェンダーで、要は日本でいう性同一性障害やねんけども、それに対して世間の温度差っていうのはかなりあるなって。で、それに対するまあね、その心ないコメントとか、それに理解されてないコメントっていうのはかなりあったんやけど、今までそうでもなかったんやけど、今回ちょっといろんな件があってね、それがかなりひどくなってきてる。それに対してね、まあやっぱ言葉の浮き彫りして、あっちゃんを傷つけようと思って言ってるコメントやとは思うんやけど、そのコメントがね、あっちゃんを傷つけようと思っているコメントの奥底に何あるのかって言ったら、やっぱりトランスジェンダー、に対する差別ってかなりあるんやろうなって、偏見、差別あるんやろうなって。で、これをね、もう前々からあっちゃんやりたいなとは思ってたけど、なかなか動けてなくてね。で、昨日ちょっとある人とお話しとって、やっぱり日本人のそういうね、トランスジェンダーに対する意識がすごい低い。で、これは、国民がやるもんじゃなく、本当は議員とか国会でやらないで、法律とか法案で決めていかなきゃ、要は今はモラル問題、モラルっていうのかな、そういうね、ところで動いてるところ、だから性同一性障害やからどうであらないといけないとか、どうであらないとか、どういうふうな扱いっていうのかな、それを差別してはいけない。もう日本人のね、その憲法の中で人は何人たりとも平等で、差別をしてはいけないっていう憲法がある中にもかかわらずね、やっぱりそういう少数派っていうのは差別されてきてる。これも性同一性障害だけじゃなくね、世の中いろんなことだって
それに対してね、あの逆にトランスジェンダーやからっつって権利を主張すると、ね、あの自分のそのなんかそういう特権を振りかざすとか、そういうのを振りかざすって言われるけど、そうじゃなく、ごく普通に生活していく上で迫害されるってあったあかんことやと思うねんね。その迫害はどこにあるのかっていうのは、国民の理解度のなさやと思うよ。だからその理解度のなさから偏見だからね、昔ちょっともうこんな話すると本当にね、差別問題とかに関わるから難しいところ、すごいセンシティブなところの内容になってくるんで、やりづらいからこそ表に出ない、表に出ないからこそ偏見が生まれるってものがあってね。うち子供、あっちゃんの時はなかったんやけど、うち子供がね、上も下もそうやし、それでもう一個たちもそうやねんけども、こっちの小学校、大田の小学校っていうのはね、奥光明園って言って、なんていうの、ハンセン病、昔で言う雷病っていうね、そういう、施設のところと交流があって、手紙のやり取りしたり、何人か代表で行ってお話聞いたりして発表会するんだけど、その時も言ってたんだけど、昔はそのうつるとか、なんだ、隔離されたとかね、やっぱりその特殊なごく一部っていう扱いされてきたから、偏見、そんなことない、普通に一緒に生活できる。これね、昔キキキリンさんが主演で映画やってたよね、その映画を、学校の発表会の時に、参観日の時に見せてもらってね、あっちゃんちょっと学校でポロポロって涙出てんけど、そういう国民の理解度のなさからの偏見もある。これ制度や接触も一緒なんよねって思って、心がね、体と別の性の心を持ってて、大体ふもやっとしたことは分かると思うね。でもやっぱり偏見で気持ち悪いとか、オカマとかね、まあいじめられたりとか、まあそこまではまだいいとしてもね、心が女なのにこうやとか、心女ではありえへんとか、だったら体をね、女の体にされて、そんな簡単なもんじゃないのよ、体をその心の、もちろん最終的にしたいっていう気持ちもある。それに関してお金の面、家族の面で、1ヶ月ね、外国行かんなんとか入院者になる、やっぱり入院する、メス、体にメスを入れる。あっちゃんまだ体にメス入れたことないのよ。やっぱり大きな病気をしてね、もう軽いって言ったらあかんけども、盲腸から、ね、内臓疾患から、いろんなね、そういうもので体にメスを入れる。ではね、それで手術するけど、メスを入れることがどれだけリスクが高いのかっていうことを考えるとね、簡単に切ったらええって言うけど、命を落としかねえ手術になる。でそういうのもあるリスクの中で、本当にね、どれだけ心が痛められてるか、普通にこんな体に生まれてこなければこんな悩みはない、心と体が別やからっていうのが、こういう話をね、ずっと最初期の頃はしてたのよ。でもそれがすること自体辛くなってきた。なんでかって言ったら偏見コメントがあるから。その話をするしたらするだけ偏見コメントが生まれてきて、自分だけじゃなく同じ気持ちになって、気持ち同じ、やっぱそういうね、性同一性障害の人たちをも傷つけるんじゃないかなと思って、できへんかった面があって、それ今回のね、ちょっとこうね、話の中でかなりひどくなってきてね、もうこれはね、生きづらい問題じゃなく、生きてたらあかんのかなって、そういうライブもしたらしたって、またそのライブでも叩かれて、でその後結局やっぱり性同一性障害を振りかざすんかって言われてね、もう心を傷つくところの問題じゃない。であーちゃんはまあ言われ慣れてるからこそまだなんとか言うけど、これで命を自らね、立つ人も出てきて、本当に辛い。もちろん応援してくれてる人も多いからね、応援してくれてる人は分かってくれてるけど、分かってない人にちょっとでも理解度があればなと思って話した内容が全て違う方向に取られる。やっぱちょっとこうやって話していく中で自分の心が壊れていくのも分かるし、辛いし、だから辛いからっつってそれを内に秘めるんじゃなく、やっぱり初期の頃やった性同一性障害って何だろう、どういうね、気
気持ちなんだろうっていうことをもっともっと伝えていかなあかんのかなって。だから昨日ちょっと話させてもらってるけども、欧米、欧州、ね、アジア圏の中でも日本が一番理解度が低い。その中で制度です、ね、障害だよ。だから、でね、偏見しないでねっていう活動してるところもいっぱいあるんやけど、そことか実際制度で障害の人たちと会って話聞いていろんな動画に発展してね、発展してこうやって発信していくっていうのもいいのかな、そうしていかないとあかんのかなってあっちも思ってきてね、うん、ちょっとここ最近心がね、自分の心が壊れてきてるのがすごくわかるし、それに対して何なんだろうね、この世の中、これに関して以上の話するとまたねややこしくなるけど、いろんな人が絡んできて迫害を受ける、少数派が迫害を受ける、そんな世の中であってはいけねえけどね、うん、辛いねって思った今日でした。昨日の夜からというか、ここ最近ずっとせやねんけどね、今日もね、それ動画は今の自分の気持ちをね、こうストレートに話す動画なんで、今日はそんな感じ。なんか疲れたね。生きることがしんどくなってくるって時々あるけど、やっぱり辛いね、こういうのね、はい、っていう